い、皆さんこんにちは。竹中和の竹寺4代目です。今日はね、竹炭の伝導率をちょっと見ていただきたいなと思ってますよ。これはね、木炭セイレンド計という機械で、炭のね、伝導率、どれだけ電気の通りがいいかというのをね、測る機械なんですが、この部屋にはね、いろんな竹炭がいろいろ置かれてるんですけれど、まずこちらの炭ご覧ください。竹炭のバラといって、地元の昔ながらの土窯で、まあ、大体400度ぐらいですかぐらいの低温で、まあ、焼かれている、まあ、竹炭なんですけれど、これちょっと測ってみたいと思います。こう針どうですか、針の動き触れてるけど全然動かないでしょ。竹炭のバラっていうのはやっぱりその400度の低温で焼いてるので、そんなね、伝導率っていう送電性がいい竹炭ではないんです。ところがですね、こちらに用意しているのが竹虎の飲料水用炊飯用の竹炭なんですが、まあ、見た目自体全然違いますよね。この銀色のこの美しい輝きとこういった竹炭とね、全然その見栄え自体がまず違うんですけど、これって黒っていうよりも銀色で輝いてますもんね。まさにそのイブシ銀のような音も全然こうまるでこう金属の音しますよね。伝導率はどれぐらい違うかっていうのをよく見ててください。こうですよ、こうこれだけ違う、まあ、全然その電線電気の通りっていうのが随分違うということはお分かりいただけたんじゃないかなと思います。同じように高温で焼き上げた竹炭のマドラーがあるんですが、これぐらい違います。粒になってて、まあ、竹炭のバラのように見えるんですが、これも最高級竹炭をあえて潰したやつなので、どれぐらい伝導率がいいかというと、これやっぱりその最高級竹炭を粒にしたやつは伝導率がいいということ。こちらの癒しの竹炭セットに使っている非常にこう硬く、まあ、鮮度の高温で焼き上げた竹炭なんですが、もう抜群の伝導率だよということですね。で、虎竹を丸竹のまま焼き上げる竹炭、丸竹炭っていうのを作っているんですが、これも同じように鮮度の高温で焼き上げるとこんな感じですね。やっぱほら音からしていいもんね、ほら。で、まあもちろんこれ丸竹炭なんでね、強度的にやっぱり弱くて、まあ、こうやって割れてしまうんですよ。割れたやつなんかはどうかというと、ただ単に割れてるというだけで伝導率はこれほどいい。もう一度竹炭のバラの方に戻りたいと思うんですけど、まあ、400度の低温の土窯で焼いた竹炭はやはりですね、先ほどあれほど針が動いてたんですけど、なかなか動かないよ。同じ竹炭でもやはりこれだけね、低温で焼いた竹炭と高温で焼いた竹炭、性能が違う、性質が違うよ、似て非なるものっていうかね、自分と性格が違うんですよというお話でした。ノーバンブーノーライフ。